アードマンアニメーションズは、イギリスのアニメーション制作スタジオ。ストップモーションアニメーション、とりわけ、日本では、クレイアニメ、ウォレスとグルミットや、羊のショーンシリーズの制作で著名。映画羊のショーンバック・トゥ・ザ・ホームの、撮影セット学生時代から、アニメーションの制作をしていた、ピーター・ロードとデイビッド・スプロクストンによって1972年に、設立された。 社名は彼らが制作し、BBC で放送された作品、ビジョンオンに登場するスーパーヒーローアードマンに由来する。翌年からプラスチシンと呼ばれる粘土を用いて、クレイアニメの制作を始める。この時生まれた作品は毛布として人気シリーズとなる。1982年に制作した会話の断片において、リップシンクという手法を開発する。 これは先に声優の声を録音した上でその声に合わせてパペットの口を動かすというアードマンのお家芸である。1985年よりニック・パークがアードマンに参加後に世界的な人気シリーズとなるウォレスト・グルミットの第一作チーズ・ホリデーを完成させる。1989年にはリップシンクシリーズ快適な生活 僕らはみんな生きているを制作する。この作品は1990年のアカデミー賞短編アニメ賞を受賞した。1991年にはワウワウで2001年に放送されたレックス・ザ・ラントというアニメが制作された。また同年にヨーロッパなどでは大人気のアングリー・キットというのも制作されていた。さらにウォレスとグルミットシリーズ第2作ペンギンに気をつけろ。 第3作、ウォレスとグルミと危機一発は両作品ともアカデミー賞短編アニメ賞を受賞した。また、ドリームワークスと5本の作品の共同制作を契約2000年にはその第1弾である長編、チキンランを制作、世界的なヒットを飛ばす。2005年、ドリームワークスとの共同制作第2弾となるウォレスとグルミとシリーズ初の長編。 ウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチが制作された。ところが、同年10月10日未明、アードマンの倉庫で火災が発生。ウォレスとグルミットシリーズのストーリーボード、小道具やセット、受賞したトロフィーなどと共に焼け落ちてしまった。くしくもその日は、野菜畑で大ピンチがアメリカで初登場第1位を獲得した日であった。 不幸に見舞われたアードマンであったが、野菜畑で大ピンチは第33回アニー賞全部門制覇、さらに第78回アカデミー賞の長編アニメ賞に輝いた。テレビコマーシャルも数多く手掛け、日本でもグリコ乳業のプッチンプリンや住友生命保険の CM にウォレスとグルミットが登場した。2006年には、 アードマンアニメーションズ史上初の 3D アニメーション映画マウス・タウン・ロディ・トリタの大冒険が公開。この映画はドリームワークスとの共同制作でもある。映画公開直前にドリームワークスとの経験解除が発表された。5本の契約のうち実際に制作されたのは3本に終わった。2007年には羊のショーを無制作開始。BBC で放送され、日本でも NHK で放送された。2011年、長編第4弾となる、アーサークリスマスの大冒険を公開する。ドリームワークスとの提携が終了していたので、ソニーピクチャーズアニメーションからの配給となった。さらに翌年、同じくソニーの配給で、長編第5弾となる、ザパイレーズ、バンド・オブ・ミス・フィッツを公開する。この映画は、第85回アカデミー賞長編アニメ部門に、 ノミネートされた、公開済みの作品公開前の作品、ありがとうございます。